グアンタナモ1の衛星写真、グアンタナモ1の地図、枠内が、基地区域。赤字主は、リーワードポイント飛行場と、マッカーラ飛行場収容施設の一つ、キャンプデルタ湾入り口、2005年グアンタナモの、週刊舎には、少年兵も含まれており、アメリカ国内では、少年は釈放する、要要求するデモが発生している。グアンタナモ米軍基地とは、 キューバ島南部のグアンタナモワンに位置するアメリカ海軍の基地である。管理者はアメリカ南方軍。面積は116平方キロメートル。1903年以来アメリカ合衆国がキューバより咀嚼している。2002年から基地内にアフガニスタンやイラクでの対テロ戦争で拘束した人物を収容するグアンタナモワン収容キャンプが設けられている。 1898年の米西戦争でアメリカ軍が占領し、アメリカ合衆国の援助でスペインから独立したキューバ新政府は1903年2月23日、グアンタナモ基地の永久咀嚼を認めた。国家主権はキューバにあり、アメリカ合衆国は咀嚼料として毎年金貨2000枚を支払ってきた。キューバ革命によって成立したフィデル・カストロ政権は、 アメリカ合衆国の基地咀嚼を非合法と非難しており、咀嚼料は一度受け取った以外は受け取りを拒否している。アメリカ合衆国、キューバの双方が基地周辺を地雷腹としていた。周囲が地雷だらけで脱走が不可能な上、マスメディアにも実態が見えない、海外基地、さらにはキューバ国内でもアメリカ合衆国内でもない、国内法でも、 国際法でもない軍法のみが適用される違い保権区域ということで20世紀後半からキューバやハイチの難民を不法入国者として収容した。またアメリカ同時多発テロ以降は中東などからのテロリズム容疑者の尋問と収容をこの基地で行った。その背景はアメリカ合衆国憲法下では被疑者の人権を保障しているため咀嚼条約上 米国が完全な管轄権を持ち、かつ、米国の主権下ではない、灰色地帯を利用することを目論んだものと考えられている。バラク・オバマ大統領は2008年の大統領選挙において、グアンタナモの収容施設を閉鎖すると公約した。しかし、共和党を中心とするアメリカ合衆国議会議員の反対に遭い、頓挫した。ジョー・バイデン大統領は、 人気中の同施設の閉鎖予定を公言している。当基地の敷地内にはキューバで唯一、マクドナルドが存在する。ありがとうございます。